このコップ欲しさに買ったっていうのもある。サンピンチ大好きなんですよ。これはね、結構美味しかった。コストコってやっぱこういうのが売ってるからいいよね。マジでこのゴミ袋は本当に買ってほしい。こんにちは、南美穂です。今日はコストコ購入品を取っていきたいと思います。今回6万ちょっと行ったんですけど、まあ約6万円分、端数を抜いて6万円分購入品ということで紹介していきたいと思います。で、そのまま置いてあるんですよ。ちょっと購入品を取るタイミングが、5日前ぐらいに行ったので、ちょっと取るタイミングがあれで、生の食品とかは使っちゃったんですけど、早速紹介していきたいと思います。これね、謎に肩パッド入ってんねん。韓国で買ってんけど、謎に肩パッドが入ってて、この撮影終わったらこれ撮りたいと思います。もう明らか分かるような肩パッドが入ってて、色も透け透けでこれ大丈夫なみたいな。こんな感じで早速紹介していきます。じゃーん、これスターバックスのアイスアメリカーノ体験セット24杯分。このオリジナルコップがついてくるっていうことでね、これちょっと一回一個開けてみよう。こういう風な感じの、このコップ欲しさに買ったっていうのもある。私は基本コーヒーはカフェイン系は飲めないんですけど、母とかお客さんが来た時にコーヒーを飲みたいっていう方が多いので、カプセルコーヒーを買いました。これを2つ買った。コップが2つってことです。次はじゃじゃーん、スポンジ。スポンジって結構衛生的にもしょっちゅう買えるんですけど、まあ、基本は食洗機が家についてるので、私は食洗機を使うんですけど、母とかが来た時に好きじゃないのでスポンジで洗うことが多いんですけど、なのでこれ楽にすすげて衛生的、傷つけない、匂いがつきにくいっていう、こういうスポンジ8個入りセットを買いました。これ韓国味付け海苔フレーク。これはね、もうね、ささっと振りかけるだけで、例えばダイエットしてる時にキムチ、オクラ、納豆をアボカドとか入れた時にささって振りかけるだけで美味しいので、これを買いました。3パック入ってます。 80g で、次いぶりがっこタルタルソースです。エビフライ作った時とかにタルタルソース。あとはサンピン茶。あ、サンピン茶大好きなんですよ。沖縄行ったら基本サンピン茶ばっかり飲むねんけど、ティーパックタイプがあったので買いました。次はじゃん、激落ちぽいぽいキングサイズです。これはなんかフローリングにちょっとした傷ついた時とか汚れがついた時とかに使ったりしようかなっていう感じで、お掃除用ですね、激落ちくん。これはお風呂場全部丸ごとこれ1本で OK っていうユニットバスタンク。これね、伸びるらしいです。こういう感じで伸びてこうサッ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 って便利みたいな感じ。ユニットバスパン。あとじゃじゃん、これはね、もう簡易的なこういう、もうお客さんが来た時とかの鉄板焼きとかサンギョプサルパーティーとかそういうのをした時に、紙皿とかの方が衛生面的にも捨ててもう一回新しいの使ってとかいいので、これを買いました。これいいですよね、ちょっとアメリカンな感じで、こういう感じです。次は韓国海苔。これちょっともう開けてしまってんけど、意外にね、これ美味しかった。なんか韓国海苔って結構味の美味しい美味しくないが種類とかメーカーによっていろいろ多分あると思うんですけど、これはね結構美味しかった。韓国売り上げナンバーワンヤンバンっていうところのブランドですね。30パックついてた。で、じゃじゃーん、歯ブラシです。歯ブラシさ、結構取り替えたりするので、前回のコストコでも買ってんけど、それとはまた違う歯ブラシを買った。で、デザインがめちゃくちゃ可愛いので買ってみました。前買ってたやつは色で分けられてるんけど、ちょっとね、分かりづらいかもしれないので、こういう風なデザインでね、めちゃくちゃ可愛い、これを買いました。じゃじゃーん、かわいいディズニープリンセスのペンを買いました。 0.5mm でブラック、ブルー、レッド3種類のと、ブラック単品のやつがあって、めちゃくちゃかわいいです、ディズニープリンセスの。なんかコストコってやっぱこういうのが売ってるからいいよね。キッズ、子供の系のも売ってて、でこれは普通にね、ペンコーナー、文房具のコーナーにありました。ペンはお仕事の時とかにも使うし、打ち合わせの時とかにもいろいろ意外に使う機会があるので、その時にいつもマネージャーさんから借りていたんですけど、ペンをちょっと持ち歩かないとなと思って今回ペンを買いました。次、これはオーガニックのエクストラビーガンオリーブオイルです。
オリーブオイルが最近なくなってきてたので買いました。パスタの時とかね、いろいろ料理の時にオリーブオイルの油を使うことが多いので、このでかいオリーブオイルを買いました。じゃん、これも最初に紹介したスターバックスが売ってるコーナーにあってんけど、これもカプセルのコーヒーですね。こんな感じで、なんか豆によって種類が分かれてるのかな。これも買いました。じゃん、これはムシコナーズ3個パック入り。ベランダが3つぐらいあって、お家にこれから夏の季節虫ね入って、空気入れ替えの時とかに入ってきたらあれなので、これを買いました。次、じゃじゃん、ピクピカ。これはもうあの車のあれですね、車のやつです。じゃじゃん、これはあのちょっと下着になっちゃうんですけど、カルバンクラインのやつです。4種類ついてて、今こうズボンのローライズのズボンが流行ってて、ローライズのズボンからちょっとカルボンクラインとかの印字されてる部分をこうちょい見せするのが入ってたりするじゃないですか。なのであえて M サイズを買いました。 S じゃなくて。次はじゃじゃーん、 CNP のパックです。これね、4種類のタイプの種類のやつが5枚ずつ入ってるんですよね。だから20枚、実質20枚入ってて、 CNP のねパックも結構好きなので、家にパックたくさんあんねんけど、なんかつられて買っちゃいました。コストコはマジでスキンケア類とかもすごい豊富なので、見に行って女の子もめちゃくちゃ上がると思います。じゃじゃーん、柔軟剤です。これめっちゃ好き、レノアオードリックスマインドフルネスシリーズのリラックスっていう匂いです。でこれなんか睡眠の質を上げる、なんか眠なんかそういうなんかタイプの匂いの方もあんねんけど、こっちが好きかな私は。これの詰め替え用です。洗濯を1日1回はマストで回してて、多い時2回ぐらい回すので、柔軟剤はすぐなくなっちゃいます。で、もう一個柔軟剤、じゃじゃん、ダウニー。柔軟剤といえばダウニーで、これ匂ってみたらめちゃくちゃいい匂いで、ダーニーとかってさ、結構こういう風に重たいから、例えばドンキホーテだったりとかコストコ行った機会にしかあんまり買わないというか、なのでこのダウニーを買いました。カルムっていう匂いの種類の、この紫色タイプです。これがめちゃくちゃいい匂いで、どっち系の匂いって言ったらいいのかな、なんかね、すごいね、ブドウ系って言ったらいいのかな、わからんけど、めちゃくちゃとりあえずいい匂いです。ぜひ皆さん試してみてください。次、じゃん、これです。アリエルのジェルボールタイプの洗剤ですね、柔軟剤じゃなくて。これを買いました。結構楽なんですよね、ポーンって1個入れればいいから。で、消臭力もすごい高いので、ハンガー脇の匂いが気になるとか買っただったりとか、特におすすめです。カビキラー、これもめっちゃ重い、3本パックです。カビキラーってさ、水回りのお掃除で使うと思うんですけど、水垢とかすぐ溜まっちゃうじゃないですか、やっぱり湿気とかで。なのでカビキラーあの意外に使うんですけど、1本だけ欲しかったけど、こういう3本パック、まあコストコなんでねいっぱいついてきちゃったということで。これね、使い切るまで収納が大変ですよ、コストコって。だから本当は友達同士とか分けれたりとかしたら一番いいねんけどっていうね。これがめっちゃ重い。これね、重いんですけど、ゴミ袋です。これめちゃくちゃ便利なのが、見えるかな、こういう風にバッグ式みたいになってて、最後にギューって締めて、バッグみたいに取っ手が2つついてて、くるくるって結んで捨てれるっていう、これめちゃくちゃ便利なんですよ。これはリピート、ゴミが非常に出るんですけど、やっぱりこう物が届くことが多いので、ゴミ袋の消費量がすごく多いんですけど、うちは。でもめちゃくちゃコスパもいいのに、200枚ついてるので何ヶ月もいけるっていう。これをあのコストコに行ったら絶対買わないとと思ってたんですけど、しっかり買いました。あっ、もう紹介終わった。で、今回紹介できてないのが、生食品だとサムギョプサルのお肉と冷凍のエビを買いました。サムギョプサルのお肉は試食みたいなのよくやってるじゃないですか、コストコで。で、めちゃくちゃ食べたら美味しくて、焼いてはるあの店員さんの方もすごく面白くて気さくで優しい方で、試食してつるるで買っちゃいました。めちゃくちゃ美味しかったです。次の日にサムギョプサルして食べました。はい、
で、冷凍のエビはパスタとかなんか作るときにパパッとあったら便利かなっていうので買いました。絶対ね、コストコで買うべきものを選ぶとしたらマジでこのゴミ袋は本当に買ってほしい。超便利。普通のゴミ袋だと端を持ってこうやって縛らないとあかんけど、これはもうねバッグみたいになってるのでキューってそのままやって結んで捨てるだけなので、これは本当に便利。あと色もね若干薄い感じで、もうもろ透明とかじゃないので中身がちょっと見えにくいっていうのもおすすめ点かなと思います。韓国海苔とかもめっちゃ安かったから、ぜひコストコ行った機会に大量に入ってるものを買ってみてください。はい、ということで以上コストコ購入品でした。皆さんぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。じゃじゃーん。購入品でね、ちょっと紹介するの忘れてたので紹介します。これもコストコで買いました。これクロミちゃんのクッションなんだけど、これねちょっとヨギボー風なの。まあ、なんか背もたれにもなるしみたいな感じで、リビングの床とか座ってる時とかメイク取る時とかにこう背中にこうやったら腰が楽かなと思って買いました。かわいいでしょ。これ結構でかいんですよ。結構なサイズで、これもね安かったです。あとクロミちゃんと、あーキティはなかったの、なんかキャラクターが3つぐらいありました。これ便利です。おすすめ。